いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。アジングの釣り方について解説いたします。アジングの基本編として釣り方のポイントを紹介していきます。これからアジングを始めてみようかと思っておられる方はもちろん、アジング経験のある方も初心に戻り、ステップアップを目指すための参考にされてみてください。アジングの釣り方はこのような内容でお届けいたします。アジの特性、釣り場、 ベイトパターン。釣り方6つの基本。キャスト方法。ライントラブル防止。レンジコントロール。ルアーの操作方法。合わせと取り込み。ルアーローテーション。アジの特性。まずはアジがどんな魚なのか、狙い方のポイントとなるイツキと海遊について確認しておきましょう。 アジは群れを作って行動する魚で、群れそれぞれに行動するエリアの広さ、季節ごとの水温変化や、ベイトの有無でどんな行動をとるか、ある程度の傾向を持っています。沖の岩礁や港、防波堤など、身を隠せて流れが安定している場所にいるアジもいれば、変化があれば流れに乗って周囲を回遊するアジもいます。行動範囲が比較的狭いものをイツキのアジと言います。 行動範囲は港の中から防波堤の少し向こうまで釣り人から見ると同じポイントで釣れるように感じます。樹のアジは餌が豊富なエリアに居ついていて空腹になるまで食わない時間が長かったり、ルアーを見慣れているケースが多いのが特徴です。行動範囲の広いものが海遊アジです。沖の根からやってきて青物のように数時間だけ釣れる。このようなアジをアジングで狙えるときは、 海遊味狙いの可能性があります。海遊味は捕食を理由に朝場へ海遊してきているので、ルアーを投げれば難しいことをしなくても比較的簡単に釣れるのが特徴です。アジングで重要となるポイントは、すべての味がある程度移動するため、一日中同じ場所に留まっているケースは少ないということが挙げられます。樹はポイントが合っていれば、その場所のどこかに味がいる可能性があります。海遊は、 タイミングを合わせないとポイントが合っていてもアジがいないこともあります。イツキア味はイツキポイント周辺でアジが足を止めそうな場所をチェックしておけばアジに出会える可能性は高くなります。回遊味は朝夕のまずめや潮が動く時間帯などアジが通る回遊ルート上をタイミングよく狙ってみましょう。イツキでも防波堤の岩壁際を素早く回遊、寒い時期や昼間は届かない範囲にいることもあります。 海遊味でも夜の間は港の中に長時間留まることもあって地域や季節、ポイントによって行動の変化は様々です。アジングに慣れてきたらよく行く釣り場のアジがどの程度の行動範囲を持っているのかイメージしながら時期に合うポイント探しを楽しんでみてください。アジの特性のまとめです。すべてのアジはある程度海遊します。五キ型は海遊範囲が狭く釣れるタイミングが長い傾向があります。海遊型は 海遊範囲ががが広く釣釣れれるるタイミングが限られることがありります。釣り場最も人気なる釣り場はアクセスが良く情報を集めやすい港と堤防で初心者の方でも遊びやすいおすすめの釣り場です同じように見える港でもアジは明確に釣れる釣れないがはっきりとした魚です餌釣りの情報も合わせながら 味がよく釣れている釣り場を探してみましょう。港と堤防には海を照らす常夜灯が多く、流れの変化が分からなくても味が集まる場所を目で見て判断することができます。流れが変化する堤防の先端。港の出入り口。潮の流れが当たるテトラ台、地形の変化がある船の通り道と合わせて味が溜まる場所を探してみてください。岸と岸で海が狭まる水道。 流れが大きく変化する岬の先端。沖側が深い磯に隣接したエリアは、アジの海遊が期待できる一級の地形です。内湾と沖との境目。沖からの流れが当たる場所。条件が複合する場所は特に期待ができます。港や堤防に選択肢がある場合は、Google マップなどで地形の変化を見て、地形的に優れている場所を重点的にチェックしてみましょう。 複数の釣り場を効率よくチェックできるような場所は特におすすめです。釣り場のまとめです。初心者の方には港や堤防がおすすめです。海を照らす常夜灯を目安にしてみましょう。水道や岬の先端は特に期待が持てます。ベイトパターン。アジが普段捕食している基本的なベイトパターンはプランクトン、小魚、魚介になります。 時期や時間帯を問わず、アジングで最も使用頻度が高いプランクトンパターンについて見ていきましょう。アジの特性で紹介した五木アジの多くが捕食しているのがこのプランクトンで、網などのプランクトンからカニや小魚の稚魚までいろいろなものを捕食しています。プランクトンはコマセ釣りの網コマセをアジが捕食しているイメージになります。針に一つの餌をつけるイメージで見てしまうと、その大きさから実際の網と異なる印象を受けてしまいます。 ワームをプランクトンの塊として見ることがアジングの基本的な考え方になります。プランクトンは泳ぐ力がほとんどなく流されるままなので、この動きを演出するために仕掛けの重さはできるだけ軽く、アクションは動かすのではなく漂わせるようにします。プランクトンパターンは素早い動きをしても釣れないケースがほとんどなので、ゆっくりな動かし方を心がけましょう。寒い時期、港の中で釣るときは、 特にこのプランクトンパターンを意識して味を狙ってみましょう。シラスサイズから小型のイワシサイズまで味は小魚も捕食する魚です。海遊型はこのベイトを追って沖から岸に近づくケースがほとんどで大型の餌を捕食する大きな味を狙えるチャンスでもあります。小魚を追っている味はプランクトンにあまりこだわらず仕掛けの動かし方も小魚のようにある程度アクションを入れて泳いでいるようなアクションを演出するのが狙い方のポイントです。 ジグヘッドを少し重くしてただ巻きしたり、メタルジグやプラグを使う狙い方も効果があります。小魚パターンを狙うなら、味が捕食できるサイズの小魚が増える春から秋。岸付近を回遊する朝夕のまずめがおすすめです。釣り場選びも小魚が回遊してくる堤防外側をメインに狙ってみましょう。餌釣りで多用されている青い染めなど多毛類も味が好む餌の一つです。 自然界で数が増えるのは産卵期となるバチ抜け、寒さが残る早春の時期がメインになります。見た目が似ているストレートワームは季節を問わず有効です。バチ抜けをパターンとして狙うなら季節は冬から春、時間帯は夜となります。青い染めで味を釣るスタイルは季節を問わず有効なので、パターン以外の季節もストレートワームはローテーションの一角として準備しておきましょう。 動かし方はプランクトンパターンに近いスローで漂わせるようなスピードで狙ってみましょう。ベイトパターンのまとめです。プランクトンパターンは一年中使えて小型のピンテールワームが有効です。動きを抑えたアクション、スローに漂わせてみましょう。小魚パターンは春から秋でピンテールワーム、シャットテールワーム、メタルジグやプラグ、動かすアクションはただ巻きが効果的です。青い染めの5回パターンは 冬から春で細長いストレートワーム。動きを抑えたアクションで表層、ボトムを漂わせるように狙ってみましょう。<noise> 釣り方6つの基本。釣り方6つの基本はこのようになっております。キャスト方法。1g クラスのキャストになれる。ライントラブル防止。緩んだまま巻かない。 レンジコントロール、アジのいる層の探し方。ルアーの操作方法、リフトフォールのイメージ。合わせと取り込み、デカアジは口切れに注意。ルアーローテーション、アジングはカラーローテーションが有効。キャスト方法、構え方と垂らしの長さを確認していきましょう。 構え方は、キャストしたい方向に体を向けて、利き足と利き手側の肩をやや前に出すところから始まります。利き手側の中指と薬指でリールフットを挟み、ロットは軽く支えるように持ちましょう。体の正面にまっすぐ投げられるのが理想です。左右へずれてしまう場合は、体の向きで調整しながら投げる方向を整えていく方法がおすすめです。垂らしとは、ロットのティップからジグヘッドまでラインを垂らした状態を表す言葉です。 タックルの状況や投げ方によって投げやすい長さが異なります。柔らかく長いロットを使う場合はやや短く、硬いロットを使うときはやや長めを意識して調整してみてください。1g 前後の軸端を6フィートクラスのロットで投げるときは 30cm 程度の垂らしから始めてみるのがおすすめです。ロットの振り方にはライトゲーム特有のコツがあって、重いルアーを投げる釣りとは振り方のイメージが異なります。 これは仕掛けが非常に軽く仕掛け自体の重さではロットがあまり曲がらないというのが理由に挙げられます仕掛けとタックルそして自分なりの投げ方を知るというのが上手にキャストを決めるポイントになります軽い仕掛けを投げるときは手首のスナップを使いますティップで弾き飛ばすように投げるのがキャストイメージの基本になりますスナップを効かせるためには手首を上げる動作の後半に力が必要となります 手首を戻し終わったところにも力を入れることで、スイングスピードを上げつつ、ロットのブレを抑えながら、鋭いキャストが決まります。これらの動作は、すべてロットを持っている利き手側だけで行えるので、慣れてくれば、ワンハンドでのキャストもできるようになります。仕掛けが軽く、他の釣りと比べると体への負担が少ないので、ワンハンドキャストを前提とした設計のロットも販売されています。両手を使うときは、力の入れ所である手首の返しと、振り抜き時のサポートとして、 グリップエンドを軽く支えるイメージでキャストしてみてください。アジングのキャスト方法をまとめです。利き手側の肩と足をやや前に出して構えます。垂らしは 30cm から投げやすい長さに調整しましょう。手首のスナップを使って鋭く投げます。ロットが軽量なためワンハンドでのキャストができます。両手で投げる場合、片手はグリップエンドを支えるようにキャストしましょう。 ライントラブル防止。アジングのタックルは感度重視のセッティングが使用されます。ジグタンで釣る時のラインはエステルやフロロカーボンがメインになります。この2種類は硬く、癖がつきやすいのが特徴です。使っていると自然にくるくるとラインに巻き癖がついていきます。ひどくなるとループができて結び目を誘発するトラブルを起こします。完全になくすことはできませんが、 次のことを事前に知っておくとトラブルの頻度を下げることができます。一つ目のポイントはキャストした後ルアーが着水する少し手前で余分なラインの放出を抑えることです。このテクニックはフェザーリングと呼ばれていてラインが出ている間に人差し指でスプールエッジに触れる方法になります。ラインが指に当たることでラインが出る勢いを抑え余分なラインの放出を抑えてくれます。キャスト後は人差し指を伸ばしておいて 着水する少し前からフェザーリングをやってみましょう。二つ目のポイントはハンドルを回す前にロットを立てて、ガイドを通っているラインをできるだけまっすぐにすることです。ラインが海面に張り付く力も利用してラインを整えることもできます。多くのトラブルはラインが緩んでいる状態で巻いてしまうことが挙げられます。この動作を習慣にするだけでもトラブルの発生を低減することができます。 ラインにくるくると巻き癖が強くついてしまった場合は、10メートルほどカットしてみましょう。応急処置で引っ張ってまっすぐにする方法もありますが、エステルラインは強く伸ばすと劣化が起きるので、ラインを切ってトラブルの理由を根本的になくすことがおすすめです。カットするタイミングは巻き癖の程度を見ながら調整していきます。 投げた回数にもよりますが、1回から3回ほど釣りに行ったらカットしてみましょう。ライントラブル防止のまとめです。キャスト後にフェザーリング。巻き始める前に一度ロットを立てる。ラインに巻き癖がついたら手前部分をカット。レンジコントロール。着水後頭の中で、1、2、3、 数を数えるテクニックをカウントと言います。これは数を数えて正確な推進を求めるものではなく、探る範囲の目処を立てることで味がいる層を効率よく探すことが目的です。数え始めるタイミングや数えるスピードは毎回同じであれば人それぞれで問題ありません。最初はうまく使えなくても習慣になるように初めから取り入れていきましょう。どのカウントから釣りを始めるか悩む場合は、 0.8g のジグヘッドは5カウント程度で 1m ほど沈むというのが一つの目安になります。タックル状況や釣り場の潮流によって沈み方が変化しますが、最初は5カウント、次は10カウントと刻んでアジがいる層を探してみてください。水深が分かっていればそろそろボトムというカウントも分かるようになります。同じ着水点、同じ重さのジグヘッド、 同じテンポのリフトフォールとすれば、毎回ジグヘッドが通ってくるコースはかなり近くなります。ジグヘッドの重さだけを変えて同じカウントで釣れば、前回よりも明確に下の層を探っていることになります。アジは群れで行動していて、群れは泳ぐ推進や追いかけているベイトの傾向をある程度共有しています。カウントして当たりがあったけどかからなかった。この場合は先ほど紹介したカウントを使って同じコースにもう一度アプローチしてみましょう。 何度もバイトがあれば、アジがいるおおよその位置が特定できます。アジはずっと同じ場所を泳ぎ続けているわけではありません。釣れなくなったらカウントを変えたり、釣れた時と同じカウントで着水点を変えてアジを探してみましょう。同じ釣り場に何度も通っていれば、よく釣れるカウントや時期によって食わないカウントの傾向がつかめます。長期的に見ても超過アップにつながるポイントなので、積極的にいろいろ試してみるのがおすすめです。 同じカウントでもジグヘッドの通ってくるコースは人によって異なります。タックルの状況でもジグヘッドの沈み方が変化していきます。リフトフォールのテンポでどの程度浮いているのか、どのくらい沈んでいるのかは、人それぞれです。ご自身のタックル。ご自身のアクションで釣れるカウントを見つけることが大切です。レンジコントロールのまとめです。着水後は数を数える。 釣れているときは同じカウント、着水点。釣れていないときはカウント、着水点を変更する。ルアーの操作方法。アジが好む落ちる動きを効率よく出せる動かし方の基本として、リフトフォールのやり方をチェックしていきましょう。カウントで任意のレンジまで仕掛けを沈めます。 アジがいそうな層に届いたら、ティップを小さく跳ね上げてリフトしていきます。この動作は、ワームを動かすというよりも、ジグヘッドの重さを感じたり、ラインの張り具合を確認する意味合いもあります。1回から3回ほど小さく、ちょんちょんちょんと竿先を動かすだけで十分です。リフトの後は、ラインを軽く張ったままテンションフォールしていきます。仕掛け全体を大きく上下させる必要はなく、平行移動に近いような角度でも十分です。 ラインが緩まないようにゆっくりロットを起こしながらアジの当たりを待ちましょう。ジグヘッドの動きのイメージは緩やかなリフトフォールになります。軽いジグヘッドは同じような方法ではなかなか沈みません。ラインの表面張力に引っ張られて手前にスライドしていきます。全体をスローにラインを巻き取りすぎないのが動かし方のポイントです。小魚を追っているアジを狙うときは横方向の動きを重視した動かし方が有効です。 リールを巻いてゆっくりと動かすただ巻き。ただ巻きの中でちょんちょんとロットアクションを加える動かし方。まずはこの2つを試してみましょう。紹介した2つのリフトフォールが難しい場合は、ただ巻きをしてラインを張りながら止める。この繰り返しで近い動かし方ができます。堤防でも外界側では潮の流れが速い場所もあります。 その流れの中にいるアジは基本的には潮紙に向いて群れで泳いでいます。泳ぐといっても流れの速さによってはその場から動いていないように見えます。その群れの先にワームを流し込んであげるとアジは我先に食いついてくることがあります。このような状況になると同じ流し方で何匹も釣り上げることができます。やる気があって食欲旺盛なアジから釣り上げることができます。このようなチャンスをものにするには 調理を読み、どれぐらいの重さが必要か、アジの群れがいる層にワームを流し込んでいく方法を考えながら、ワームをキャストする場所を決めて釣ることが重要です。しかし実際はなかなか難しいため、投げたワームがある程度流される場所を発見したら、リールをフリーにしてワームを流してみることも試されてみてください。ルアーの操作方法のまとめです。スローなリフトフォールが基本です。小魚がベートの時は、ただ巻きも有効です。 操作が難しいときは、ただ巻きとストップでも十分です。合わせと取り込み。エステルラインはドラグを締めすぎると合わせ切れの恐れがあるラインです。釣りを始めるときは、ドラグ設定を緩めにしておきましょう。しかし、とても緩くする必要はありません。目安は 200g 程度で、 最初はペットボトルなどを使って感覚を覚えるのがおすすめです。アジの口は飛び出す部分にかかると切れやすくなります。PE ラインやフロロカーボンラインを使う場合も同様に調整しておきましょう。合わせは強く入れる必要はありません。ラインをピシッと張るイメージで十分なフッキングが得られます。小さな違和感をかけていくのがアジングの醍醐味です。コンとくるような当たりだけでなく違和感を感じたら、 全部合わせを入れるところから始めてみてください。アジはかかりどころ次第で口切れを起こしやすい魚です。小型のアジなら自重で口が切れるケースは少ないため、足元まで寄せてきたらロッドのティップを下げながらラインを巻いて、スプールを押さえながら抜き上げる方法で十分対応できます。大きなアジは自重で口切れする恐れがあるため、 ランディングネットなどを使ってラインだけで持ち上げないように取り込みましょう。合わせと取り込み方法のまとめです。合わせはピシッとティップを上げてラインを張るイメージで十分です。違和感は全部合わせてみましょう。大物の取り込みにはランディングネットを使いましょう。ルアーローテーション。当たりがあるのにかからない。反応がないと感じたときは、 ワームを交換してアジが反応するワームを探すのが超ーカーアップのポイントです。この狙い方はローテーションと呼ばれて、アジングをはじめとするライトゲームでは定番のテクニックになります。色や形、サイズを変えて、その日の釣れるワームを見つけてみましょう。基本はベイトパターンをイメージしてワームを決めます。食わないときは積極的にカラーローテーション。 それでも食わない場合はワームそのものを変えたり、釣れるときはそのままというのが基本的な狙い方になります。ジグヘッドのローテーションも食わない味を反応させるための重要なテクニックです。流れが強くて沈まない、深くて思い通り沈まないという場合、探るレンジやポールスピードの変化で食わない味が反応し出すケースがあります。いるのに食わないときは、 ジグヘッドを軽くするのが基本ですが、狙い方に大きな変化をつけるという意味で、あえて重くするローテーション方法も覚えておきましょう。ワームとジグヘッド、どちらのローテーションができるように準備しておくことがおすすめです。当たりもなく魚の気配がない。このような時は思い切って場所を移動することをおすすめします。積極的に場所を移動してこちらからアジを見つけるつもりでいると、 出会える確率もアップします。移動が難しく同じ場所で釣る場合は、時間を大きく変えてみるというのも有効です。海は潮回りで大きく変化します。満潮や干潮による水深の変化や、潮流の向き、水温の変化などで、時代が来たりします。どうしてもその場所でということならば、満潮、干潮の時間を確認して、 潮が動くタイミングを狙ってみましょう。それでも釣れなく超過を上げたい場合は、ルアー、疑似餌にこだわらず、ジグヘッドに名前さ、磯目をセットして投げてみる方法もあります。アジがいなくてもいろいろな魚が釣れて楽しい釣りができると思います。ルアーローテーションのまとめです。ベイトパターンをイメージしてワームを選びます。釣れないときはカラー、ダメなら形状とローテーション。 ジグヘッドのローテーションも忘れないようにしましょう。今回の授業は以上となります。アジングの釣り方が今後の超過アップの手助けに少しでもなれれば嬉しいです。ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。 釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力、 今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。